どうも、のっちゅん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。今回の動画は阪神マイルチャンミ派遣差し確執解説をやっていきたいと思います。はい、ということでですね、いろいろウマ娘動画上げております。マイルチャンミのね、全般的な解説も上げておりますし、ティア表もですね、上げているものがあります。で、このティア表ですね、初期に出したもので1個目のやつなんですけども、ここのね、解説で結構極まっていたところがあって、まあ、初期からですね、その逃げが強いとかは全然言っていなく、あ、オルビーちゃんがすげえ強いっていう風に言っていたんですけども、これがですね、結構その環境が読めていて、まあ、合っているみたいな感じだったので、ここからですね、ちょっと更新っていうところが、まあ、あまりない環境になっているかなという風には思います。このようにですね、いろいろですね、まあ、参考になる動画上げておりますので、気が向いたらチャンネル登録や、あとはね、高評価ボタンもぜひともポチッとお願いいたします。はい、でまずはですね、今回差しの解説なんですけども、まずルームマッチとかやってもですね、今回のマイルチャンミは新ルビー、青ルビーですね、これが非常に強いです。で、それがその青ルビー登場時の初期環境でもそうだったんですけども、このようなね、解説をしていて、まあ、客室分布的にもさらに、そしてルビーちゃんに有利になっていくという感じです。なんで環境解説、簡単に言うとこんな感じで、まあ、新ルビー自体がまず強くて、サシが台頭してくるというのがあります。で、サシが強くなってくると、ちょっと逃げ切れる展開が少なくなっていくということで、さらにサシが勝ちやすいね、ループになっているという感じです。なので、例えば、まあ、ルビーちゃんかなり強く、筆頭で強いんですけども、他にもね、ビブロスとか、まあ、シチーとかね、いろいろね、他のサシもですね、そのね、逃げ少なくなることで、さらにまあ勝ちやすいというのがあります。で、これはですね、私も実際育成してやっておりまして、まあ、ある程度強い逃げを出しているっていうのがあるんですけども、それでも結構、まあ、逃げ切るときね、ヘリオスたまにあるんですが、まあ、逆にですが、言ってみると、なんか先行がすごい勝ちにくいなっていうのがね、あったりするかなと思います。逃げが少なくなるとですね、そのバグも、その縮まってですね、先行と差しの位置も変わらずなっていくので、なんかこの環境の周りによって、逆になんか先行もですね、きついみたいな、そういうところがあったりするという感じです。ちょっと何言ってるかわかんないってなるかもしれませんが、実際これがね、ルームマッチになっているというところです。はい、で次ですね、マイルチャンミ、差しおすすめ馬娘、このようになります。まずは今言った通り、ルビーちゃんが筆頭で強いですね。で、あとはビブロスとかも進化スキルに加速がついていたりして強かったりします。他にあとは、シチーとかもね、乗り換え上手が自前で持っていて勝つところを見たりする。あとはね、オグリキャップとかは鼓動が強いっていうのがあったり、まあ、パールも差しにすればね、強いっていうのはあったりすると思います。あとは見るところでは、通常ルビーちゃんも見たり、あと夏ドーベルとか見たりします。あと、西のフラワーね、こっちを差しにしていくっていう手があるかなと個人的には考えております。なんで、まあ、差しね、先行もできれば娘がいて、いろいろ被るのがあって、めちゃくちゃ見るわけではないのが、まあ、パールっていうところで、パールは先行で出ることが多いので、差しパールはあんま見ないというところです。あとはですね、この表に載っていないから、弱いというわけではなくですね、いろいろいます。まあ、ピックアップして言ってるというところで、例えば、まあ、差しでラモーヌとかを差しにしてもですね、普通に強い、ラモーヌ差し A ですし、中盤力あるよっていう感じなので、全然いけるとは思います。一応ラモーヌにはそのサポカのラモーヌを使えないというのがあったりするので、そこだけ注意してください。他はですね、まあいろいろ、まあ他にも差しでいけるかなっていう子はいるんですが、主なものをね、載せているっていうことをちょっとチェックしてください。はい、で次ですね、目標ステータスいきましょう。目標ステータス、結論的に言うとこんな感じになっております。まずはスピード1700というところを目指していきたい。で、スタミナなんですが、できればまあ800とかにしたいかなというのが個人的にはあります。まあ、750ぐらいにしてほしいよっていうのがある。そしてあとはパワーを持っていくことを重視してほしいということを結構初期の環境からも言っております。で、あとは1200とかぐらいあるとですね、いいかなという感じです。で、まずですね、スタミナ面からいくとこんな感じです。まあ、例えばスタミナ650でいいよっていう話とかも、まあ、見たり見かけたりするんですけども、実際私もですね、育成やっていてですね、ゲーム内でもまあ見せることはできるんですけども、例えばですが、試し育成でね、こんな感じでスタミナ740とかのね、馬娘ちゃんを出しても、これでもですね、持久力温存とかね、出ちゃう時があったりするので、まあそういうことで800ぐらいあるとですね、ベスト的にはいいかなという感じです。で、それがこの UO 邁進があるかどうかによって左右されるので、 UO 邁進がなければ700ぐらいでもいいんですけども、これのスタミナのね、消費分とかも考えると750から800っていうところが欲しいです。
はい、であとは重視してほしいところとしてはマイル適正 S、 これをねつけていくっていうところを狙っていきたいです。まあ、チャンピオンズミーティングはね距離の適正に関しては、S つけて勝ちを狙っていきたいところです。はい、であと他にオプションのところなんですけども、因子何がいいですかなんですけども、基本的に因子は、まあパワーとか根性でそこら辺でいいかなという感じではあります。であとはですねスピード因子を結構持っていくっていう場合で1800ぐらいにしていくっていう方があるんですけども、これはですね実際ルームマッチで見てもですね非常に強いです。まあ、強いんですがそんな因子ないよっていう感じになると思いますので、まあ、スタミナもある程度ちょっと踏んだりするので、まあ、賢さ以外の因子なんでもいいかなというところ、パワーが全然盛りきれないよって場合はパワー因子がいいかなっていうところにはなっております。はい、なんでこれはですね、まあ、目標ステータスのところ、これはもう初期の解説でも言ってましたが、パワーと根性どっち優先かという話はですね、パワー、それをですね1500に近づけていくっていう方が強いというところが結論です。はい、であとはですねおすすめの継承なんですけども、こちらちょっと解説させてください。で環境煮詰まってきましてですね、ルビーちゃんですね、ルームマッチャーって言ってもかなり前に出るっていうのがですね、やってみる方にとってはですね、なってきてるかなと思います。なので新章ルビーのおすすめ継承としては、つぼみですね、西のフラワーのつぼみ、これ継承することを私はやっております。なので今ですねルビーちゃん育成の時、アナボリックに関してはもういらないんじゃないかなぐらいね、結構強くね中盤力も強くできる場合なんですけども、アナボはいらないというくらいになっているという感じです。そのくらい前に出るのがルビーで、あとは欲しいのが勝利の鼓動とかアイムインポッシブルとか、すごくの最後のね火力ね、残り 200m とかで火力を上げていく継承っていうところが欲しいです。文字でまとめるとこんな感じです。青ルビーちゃんは、まあ、かなり前に行くっていうところで3、4位のつぼみ、4位とかでつぼみとかも、まあ、3位なんならもっと上がっちゃう時あるんですけども、これ出せていくんで、こういう継承がかなりおすすめです。で安定の鼓動でね因子があればっていう感じで、親があればねこういう風にやっていっていいですし、パールの因子周回をしてるかっていうのが難しいんで、基本的にはこれでいいよっていう感じ、もっとベストでやりたいならこういうね継承がいいよというところです。はい、であとはですね全般の冊子おすすめ継承はまあ一応こんな感じです。これに関してもこれビブロスだけですよって話ではないです。他のね青ルビ以外で言うと、まあ、アナボリックを積むというね手があります。であとはこれに関してもアナボリック、まあ、積んどいていいと思うんですけども、まあ、ウマ娘ちゃんによっては調整していいかなというところで、それが先ほど言ったビブロスなどのですね進化スキルに加速ついているものですね。その場合アナボとかちょっと因子用意できないよっていう場合はやっぱり鼓動とかね、まずはここら辺を積んでですね、他は加速スキル他でやっていく手があるという感じです。ちょっとですね文字だけだと分かりにくいかもしれないので、少しルムマで見かけた馬娘ちゃんを見させてください。で、こちらがですねちょっとねルムマで見させてもらっている馬娘なんですけども、例えば、まあ、こっちはねアナボリックは積んでいるんですけども、継承がこういう風にねできないっていう場合ですね、そういう場合は、こっちのルビーちゃんとか見てほしいんですけども、まあ、相性値いいのでいいです。そして、まあ、鼓動とかはねこれねそこから取っていて、ここに鼓動があるんですけども、そんな感じでなんかアナボリックがめちゃくちゃ必須かっていうと、まあビブロスとかであればね、この進化スキルの方にですねこう加速が上がるとか加速が上がるっていうのがあるので、大丈夫かなというところを言いたいという話です。はい、で次ですね、サシのスキル優先度ティア、こちら解説させてください。で今回解説はルビーちゃんと他のサシウマ娘で分けていますが、分けるとちょっとね、まあ理解がしやすくなるので少し分けているという感じです。でまずはスキル優先度ティアとしては、先ほどのつぼみとかもねそうなんですけども、つぼみ鼓動とかインポッシブルとかもちろんの上でなんですけども、まあ電光石火ですね、これが差しの勝ち筋になってきます。でもちろんルビーちゃんは自前で持っているのでね、そこはもうマストで取っていくという感じです。あとはここに並べているスキルですね、解説したいところがありまして、差しでまあさらにですねちょっと勝率とか勝つのを上げていくという場合なんですけども、コース解説の場所でねしたんですけども、そのレーン移動追い越し負荷ゾーンっていうのがあるんですけども、それより前に出るですね、そういうスキルっていうところが強いというところで、例えばそれが直線系統が強いよって言われるね話です。なんでそういうところでここら辺のなんとか直線っていうところは、まあ、全部取りたいなぐらいになっている、強いスキル S ティアとなっているということです。
あとは細かいポイントとしては、直線降車がちょっと取りにくいよっていうのがあるんで、因子についていたりすると嬉しいなってなったりします。でそれと同様なもので、溢れる情熱や棋戦の勝負ですね、これは進化もできますが、これがですね、その序盤の前に出るということでですね、そういうところでここら辺のスキルもですね、そういう意味での重要性があったりします。であとはですね、それで言うと結構個人的には負けん気もいいなっていう風になっていて、負けん気も早めに出すことができるので、このジャンルになっている馬好みも同様というね感じになっているという感じです。はい、で次ですね、まあ、ここら辺も強いスキルです。取れるなら取りたいっていうか、まあ、あったら取りたいです。特に尻尾上がりはコスパも神になっています。で、あとは遊びスリップ、これも3秒族で強いですし、結構そのスリップストリームとかもそのね、早めに出すことができるっていうところがあるので、評価は高いという感じです。他はですね、スキルとしては強いレースの真髄タイですね、これもスタミナ消費をしますので、スタミナ少し盛りつつですが、詰めるとねすごく速度の継承を見たくなったりするので、因子にあったら強いんですが、まあ、かなり上級者向けになっております。他はですね、まあ、ネバーギブアップ、これに関してはかなり評価高いです。で今回電光石火はそのね、追い抜こうとするみたいな感じ、追い抜きモードになるっていうね条件で出すことができるんですが、それが例えばその終盤っていうところに接続していく、この中盤のね後ろの方でネバーギブアップが出れば4秒続でもあって、トリガーにもなるっていうところがですね強いです。あとはルビーちゃんのこれ、スキルティアなんですけども、ハイボルテージですね、これについては積みたいです。ルビーにハイボルいりますかって言われるんですが、ある方が強いです。そのくらいルビーちゃんはハイボルテージってね、前っていう条件がありますが、前に行って、まあ、5位とか4位とかまで上がっちゃったりするっていうのもあってですね、その場合ハイボルテージとか、まあ、つぼみとかやっていくっていうことになりますので、アオルビーちゃんの場合はね、電光石火も自前なのでハイボルテージで積みたいという感じです。あとは差し切りも積むっていう感じ。そして A がこんな感じですね。まあ、UO 邁進については S です。 S なんですが、まあ、ダイヤちゃんがあるかどうかによりますので、まあ、ここはですねあれば積みたい。であとはスタミナもちょっと持ってくださいよってことです。で他はコーナー系統もあってもいいです。一応接続も狙えますし、まあ、ただ加速中でいっちゃう場合もねちょっと見かけたりはします。であとは進出開始もトリガーになるので、ここら辺は、かなり評価は高いです。であとは向こう水というスキルがありまして、まあ、シャニムニとかのね回で前の方ってやつなんですけども、これも迫った時に前の方であればルビーちゃんなら結構出るなっていう話ではあるので、もしあればですね、あってスキルポイントも余っていたら、まあ、とってもいいかなぐらいっていうね話です。なんでこれまあ B にしてもいいんですけども、そういう感じです。はい、であとはですね、右回り春馬娘とかですね、基本的なところを取っていきたいです。で特にまあ春とかはかなり取りにくいですが、緑スキルもちょっとあるとねいいかなというところです。他は前例はシナリオで取れますし、あとはここら辺はサポカ次第でオルフェーブルで新速取っていく手も一応あったりはします。はい、であとはこんな感じですね。B ティアはこういう風になっていくんですが、これ B ティアといってもなんか弱いスキルっていう意味じゃないです。優先度をつけるのであれば電光石火やハイボルテージ、そして直線系スキルが上になっていくよという話であって、中盤系統もあるならサポカ系次第でもね取っていってもいいです。ラモードをね使っても結構強かったりするので、そういう時は取ってください。で中盤のスキルってなってきて、ここら辺が少しずつ落ちてきて、位置取り押し上げは結構スキルポイントがなんか高いなってなっちゃったりするので、めっちゃ安くなっていったらですね、まあ取るのがありかなとか、緑スキル両馬場でパワーを盛るとか、馬力は 2.8 秒で普通に速度スキル、気合十分も一応接続を狙えるっていう感じですが、 1.8 秒にはなっているという感じです。はい、であとはですね、他に参考にしてほしいところとしてはここがあります。で高難加速とかはどうですかってなるんですけども、高難加速は個人的にはまあいらないかなと思っています。まあ、もちろんですねワンチャン狙いで積んでもいいんですが、コーナー加速の有効度っていうのは、まあ、20% ぐらいになってしまいますので、まあ、結構その終盤に行く前に暴発することが多いので、個人的にはかなり優先度は低いという話です。であとタレーマ回避なんですが、タレーマ回避については結構評価いつも高いです。なんかタレーマ回避が出にくいとかいろいろね、まあ、広がるとかあるんですけども、結構出た時のリターンも高くですね、出る時に強くなるっていうところで言うとですね、結構優秀かなと個人的には思っているというところです。はい、で次ですね、ルビーちゃんと分けているっていうところなんですけども、ここら辺は基本的には同じです。
。なので、ルビーちゃん以外の馬娘になってくるとサポカから電光石火をまずは積んでいきたいというところです。で、ここら辺の序盤でですね、リードを取りたいよっていうところは同じくです。で、あとはここで一応差しの地固めの話があるんですけども、差しの地固めはまあそこまで重視しなくてもいいです。取るのが難しいです。で、緑スキルもじゃあ右張る、じゃあ差しコツとか取るのかってなるとなかなか実践的にはもうほぼ見ないって感じなんで、切れ物で取れたら取ってもいいんですけども、まあなかなかそこまではね手間はないと思います。はい、で、あとはこんな感じですね。比較すると分かりやすいっていうところがこのハイボルテージのとこですね。ルビーちゃんだとハイボルテージを積んでほしいっていう感じなんですけども、ルビーちゃん以外だとハイボルテージは、まあ、そんなには優先しなくていいと思います。心弾んででいいです。で、心弾んで差し切り耐性電光石火プラス、まあ、進化スキルなどっていうところでいいかもしれません。なんでここですね、これでちょっと見させていただいているというところで、まあ、例えばビブロスであればですね、ここにその根性七を使わなくてもですね、オルフェーブルで神速を積んでいく、そういう手もあります。で、特にビブロスとかであればこういうね、加速は進化にもついていますので、電光石火とそういう進化と、差し切り耐性とかね、こういうね加速でやっていく、そんで神速にしていくっていうのもかなり強いです。はい、で、あとはですね、こんな感じですね。向こう水の話、さっき言っていた前のやつなんですけども、他の差しだとこういう風にね1位から5位っていうところは出しづらいので、積むなら進出開始にしてほしいというところの対比でここに載せております。なので向こう水は A というか、まあまあ B というか C ですね。他の馬娘で言うと C、ルビーちゃんでもまあ余ってたらレベルっていうね話を言っております。はい、で、ここら辺も同様なんですが、ルビーちゃんだとハイボルテージなんですけども、他の差しだったら神速っていう手もありますし、そこはサポカ構成次第になります。はい、で、ここはね同じという感じになっています。はい、で、あと言いたいところなんですけども、今回差し解説をするにあたってですね、トップギアについてこちらがあります。なのでちょっとここをですね重点的に解説させてください。で、トップギアどうなんですかっていうのが、まあ、めちゃくちゃ生放送とかでもねコメントきます。で、個人的には一応トップギア、まあ、積むこと多いです。まあ、そこをまず前提としてですね解説していきますと、こんな感じです。トップギアですね、厳密に言うとですね、確かに最速で最終直線のもう 速で出るとですね加速中だよねっていう話はそうです。それがこんな感じになっております。これがですね終盤開始位置から加速していく VT グラフなんですけども、これ見てほしいところは、こういうねさっきつぼみとか電光とか一応出て、ハイボルテージは最速で出ていません。そういう感じでトップギアの出る場所がここの位置になります。で、このトップギア出る位置が、まあこれね0分56秒1というところで出ているというところ、少し見てほしいです。で、ここからトップギアが出てですね加速、しきるのがここら辺の位置になって、ここら辺がねトップギアが有効になっているというところ、これが、58秒3というところになっています。なのでまずこの図の見方なんですけども、ここでトップギアの有効になっている場所どこかっていうと、まあここのねこの面積分有効ですよ。ここら辺は有効になっていますが、ここからここまでは加速中だから無駄になっていますよっていうね、そういう話になっております。はい、で、次これですね、ここが有効の最終地点なんですけども、ここがだいたいまあ1分ぐらいの秒数ということです。で、これちょっと数字とかグラフでよくわかんないなってなった場合、こんな感じです。トップギアの降下時間っていうのは基準が 2.4 秒になっているので、レース中の実際の降下時間は 3.84 秒です。まあ簡単に言うためにここでは4秒弱というふうに言います。で、4秒弱有効なんですが、ここら辺もね少し 0.0 何秒とか 0.1 秒とかちょっとずれていますが、最速トップギアが出ると、まあ、56秒ぐらいで出ますよと。そして2秒ぐらいで加速が完了していて、残り2秒ですね、ここの降下時間は有効になっているという感じなので、まあ、簡単に言うとですね、トップギア早く最速で出ると有効時間半分分だけ有効になるというところが結論です。で、そのトップギアの評価なんですけども、こちらですね、まず言いたいところがあるところとしては、これ先頭から4馬身以内っていうのがあるので、毎回最速で出るわけではないです。で、かなりもう実践的に言うとですね、逃げがいるかどうかに左右されるっていうところがあるので、逃げがいる場合ですね、別に最速で出なければフルに有効になれば非常に強いスキルということです。
はい、であとは言いたいところなんですけど、トップギアですね、まあ、最終直線時点でもう最速で出るぐらい、もう4馬身内とかね、3馬身内にもしルビーちゃんがいるのであればですね、ほぼ勝ちだと思います。なので、まあ、半分有効でも別に強いでしょっていうところが言いたいのと、あとルミマでかなり強い馬娘っていうところは結構トップギア取ってることが多いです。なのでそこら辺が実践的にはって言ってるところでもあります。はい、なんでここら辺でですね、まあ、グラフとかね、こういうね、有効度とかで言ったところなんですけども、結論言いたいところとしてはこれがあります、結論的にはこれあくまでまあ個人的意見ではあるんですけども、トップギアが罠っていうのが罠っていうのが、まあ個人的な結論ではあります。もちろんいろんな考え方があっていいと思いますし、いろいろなねやり方をやっていくのが、まあ、娘ちゃん楽しいところではあるので、全然ねいろんな考え方あっていいんですが、罠っていうのがちょっとね、それが罠じゃんっていう、ね、話になってきます。はい、でめちゃくちゃ簡単に理由を言うと、それがサポカの地形像が強いからです。で例えばトップギアは罠ですよって言われて、じゃあトップギアも罠だし地形像使わねえやってなる方が、逆にですね、もし地形像入れるのに入れないってなるとですね、罠になっちゃうのでちょっと注意してほしいということです。なんでまあ言いたいところとしてはここですね。トップギア結構実際ルームマッチでもその勝ってる強い馬娘が積んでたりしますし、最速で出なければ普通に有効ですし、そういうところでですね、入れない、もし入れるのに入れないっていうのは罠寄りということになります。ちょっとまあ言いたいところをここまで言って、デッキ構成の話とかにも行きますが、こんな感じで、まあ最終的に言いたいところなんですけども、もちろんですね、サポカが組めないから地形像は入れれないよっていう場合は、まあ他のパワーでいいんですけども、罠って言って入れないとまあもったいないっていうところになっているので、そこは注意してほしいです。はい、でこれですね、次のデッキも合わせてっていうところで言うと分かりやすいんですけども、地形像ですね、こんな感じになっていてですね、強いところが今スライドにも載っていましたが、シナリオリンクっていうところが強いです。でさらに性能的にも得率も高かったり、パワーめっちゃ伸びたりするので、まあ普通に強いんでですね、もし入れれたら入れていくのが強い、特にダイヤちゃんにね使うとめっちゃ強いという話です。で軽くいくとここにですね、いろいろ差しコーナーとかもありますが、まあ、進出開始あふれる情熱で差し切り体制とかあるのでですね、普通に強いですよという話、それが言いたいです。得率80でリンクなんで、マジで競技レベルがめっちゃ稼げるので、そういうところで立ち回りとかもやりやすくなりますし、単純に得率80の、強さがありますので、そういうところね、抑えても欲しいです。はい、であとはですね、トップギアですね、トップギアに関してもし少し気になるのであれば、スキルポイント次第で他のスキルを重視してもいいです。ただまあ白の切れる足でも取ってもいいですしというね、話が言いたかったんですけども、ちょっとデッキ解説してからの方がちょっと分かりやすかったかもしれませんで、しませんので、こちらもですねちょっとやっていきます。で今回ですね、差しのデッキ何がいいのという話なんですけども、まあ一番ベストはこんな感じになります。まあルームマッチですげえ強い馬娘とかをこうね見させていただいてもですね、だいたいこんな感じ。こっちはねオルフェーブルにしてるパターンもありますので、それがそのサポカ次第っていうところです。で私も自分でやってみてというところで言うと、こんな感じになっていて、これはですねあんまり上振れしなかったっていう感じで、なっていて、 S もついていませんが、このサポカ構成になっていてですね、地形像でパワー1500とかね、そういう感じになっております。でこれがハイボルテージ入れるパターンっていうところになっていて、結構ですね強い馬娘ちゃん見るとこんな感じになっているというところです。でまあ元気とか直線系を取りつつですね、あとはスキルポイント次第ですけども、溢れる情熱、そしてまあきらめき勝負とかも取りつつ、ハイボルでトップギアとかね、そういう構成は結構多いかなというふうに思います。なんでまあ一番強いルビーちゃんの場合ですが、一番強いデッキはこんな感じかなというところです。であとはですね、サシで変えるところといえば、まずこの地形像の話をしますが、地形像がこう例えばレンタルとかで組めるのであれば、これが強いです。他にはですね、まあ普通にネイチャーにしてもいいですし、ナリブでもいいかなっていうところにはなってきます。で、あと言いたいところとしてはですね、まあこのね、ミラクルのパワーを打ち切りで入れるっていうのもまあありではあるかなと思います。ただこれも最新のサポートカードなので、このデッキが組める人であればレンタルをこのね2択にできるという話なので、どっち取るんだったら個人的には差し切り体制も取れる、こっちをね取るというね話はあったりするというところです。
はい、であとあるところなんですけども、まあダイヤちゃんとかねないよっていう場合ですね、その場合はまあエラモーでも結構強いです。直線降車なども取れますし、周りのスキルも取れるというところで、こういうのもありになってくるという感じで、さらにもっとないよっていう場合は半身マックの無凸とか一凸でもですね結構強いんで、凸が低くても半身マックの、その強力な力でやっていくという手はあるという感じです。はい、であとはですねルビーちゃんじゃない場合ですね、その場合は電光石火を入れていくのでこうなるという感じです。で他にはハイボルテージイルカロンがさっきの話でね言っていたところなので、まあ、デッキ解説の前にさっきのスキル解説のところでねここはわかるっていう感じなんですけども、新速でもいいですよという感じで、オルフェーブルね、まあ、周年のねサポートカードなんで持ってる人はこういう風に入れるという手も全然ねありです。新速自体がねかなり強いスキルになっているので、これでめちゃくちゃステムを持っていくっていうのがありというところです。他の根性については乗り換え上手をこう取るっていう風になると結構ですねステータスが落ちてしまいますので、まあ、そこは好みになってくるかなというところで、もしハイボルテージが詰めないとしたら心弾んででこうやっていってもいいかなという話を言っているというところです。はい、であとはですね、まあ、このダイヤちゃん入れるかっていうところもいろいろありますが、こんな感じでやっていきたいんですけども、まあ、例えばですね、こういう風になっていて他の冊子ウマ娘になっていってですね、まあ、剣さんはこのシナリオはですね結構なしがあまりない考えられないぐらい、まあ、サポカ感想もあんましなかったりするので、友人サポカはですね今の環境外れなくなったなというところです。であとデッキで言うのであれば UAF がですね結構そのね結論デッキっていうのがまあ決まっちゃうシナリオになっていてですね、まあさっき言った通りのねデッキが一番最強デッキになってしまって、まあエルドゥラメンテっていうところが強いんですけども、ここまでないよっていう場合はですね、まあ外せるところとしてはこのルビーちゃんはね外せないので、こういうところスピードを入れ替えるっていう風になるんですけども、まあこういう感じでね北三ブラックとかでもいいかなというね感じではあったりします。でまあプロフェッサーすごい安くしていくとかいろいろまあできますし、であとはですねドーベルのスピードは強いっていうんですけども、ドーベルのスピードなかなか持っていなかったりするので、こうしたらこのレンタル枠になるんですけども、それ組めるのもなかなか難しいので個人的にはあんまり使ったことはないです。であればですが、衛進フラッシュとかでもまあいいかなというところです。差しのね、スキルがあったりして、あと回復イベントとかもいろいろあるので、まあスピードはですね、ここら辺でやっていく、もしくはもう本当になければ、ここら辺の配布使っていくっていうところから選んでいくのがいいかなと思います。まあ順番的にはこういう感じ。こういう感じ。あればです。で他はあとはマイルのね、スキルで待機シャトルという手もありますが、金スキルはですね、差しに向けではないです。ゴルシで馬好み馬マニア取っていく手もありますが、スキルポイントボーナスもあってという感じですが、これはもう凸がね持ってるかどうかになってくるので、まあ凸進んだものを使ってほしいという感じになっております。はい、こんな感じがデッキになっていてですね、まあ他はですね、まあ、さらにないのであれば、まあナイスネイチャーという手もあるんですが、結構難しいので賢さはここら辺の2択でやっていきたいかなというねところになっていて、最強デッキ改めて見せると、まあ、ルビーちゃんの最強デッキはこんな感じになっているというね話です。ちょっと戻しますが、これですね、こうなっていくというところになってます。はい、ということでのちん TV でした。まあいろいろですね実際育成もして、解説しております。まあ、今回言いたかったこととしてはですね、やはりですね、リュウマッチやっていると本当に差しが強いという話になっていて、さらに客室構成どうしたらいいですかってあるんですけども、まあ、結構ルビーちゃんを起点に考えていくのがいいと思います。それについてまたですねちょっと長くなっちゃうんでまた動画上げますので、よければね見てみてください。それでは最後までありがとうございました。まあ、皆さん、チャンミ育成どのくらいになっていますでしょうか。まあ、チャンミ育成に関しては、決勝までにね、予選は、まあ、ちょっと突破しといてね、決勝まで時間がありますので、まだ1週間以上、一応ありますので、頑張っていきましょう。いろいろね、動画上げてるんで、お時間あれば見てみてください。それでは最後までありがとうございました。のちん TV でした。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またな。バイバイ。